皆様こんにちは、山芋です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。はい、なんかアップデートが来てね、まだ、イベント始まってない時間なんですけども、ガシャ無料が2つ来てる。イベントガシャと無料のやつ両方来てるんですよね。でもなんかね、イベントガシャなんか石使えばチケットもらえるんですよね。やりたいですよね。じゃあ30連引いちゃうってことになりますよね。しめじさんが先に動画を上げて、先にこのイベントの方をお話ししているので、まあ、私は軽くガシャを引こうかなと思ってます。タックフェスの無料は初めてですよね。どっちから行けます？じゃあまずタックフェスの方から行こうかな。はい、タックフェスの提供割合がダブルとスカルが 3% ってすごい大きいですよね。まあ、ここ BC 出ないんで光ったら BT っていうね。あ、BT が必殺技か。でもこれ特攻があるってことなのかな？あんまり調べてないんですけども、とりあえず無料を2つ分と、あとイベントも引こうかなって思ってます。では、参りたいと思います。10連、特典付き。え、特典何？特典は何？いつも通り？まあ、行こう。何も調べてない。行きます。ひゃー、怖い。まあ、無料なんで気楽に行きましょう。さあ行きます。引きます。お願いします。ドライブ。ドライブってタックエスいました？光っても嫌だな。でも次のイベガシャで光ってほしいね。そんなこと言ったら光らないよね。あー。なんかいろんな色あるよ。おー、おー、おー、おー。いや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 、いやいやいや、ちょっと待って、そう。確かにね。今、すごい期待した、出てきたから。そうですよね。そういうパターンもある。スカルは今回初めてライダーなんで持ってないですから。まだ召集もしてないし。なにこれ？あ、びっくりした。初めてカード多いですね。いや、確かに持ってないです。バルキリー持ってないです、技とかね。あんまイベントやってないんで。最後の何この無印。ウォーズの必殺技ですね。4個目ね。はい。4個目で最後のやつね。4個目じゃない。星4の必殺技が出ましたね。はい。バックシですね。ニューが2つ来ました。やったね。まだね、10連目なんで、次行きます。はい。イベントガシャ無料10連。ね、内訳をまず見てみましょう。BC が 0.、あ、ちょっとこれ、あれだな。あんまりじゃない？気のせい。BC が 0.5、0.5 で 1% です。また特攻がまたきついんですよね、今回の。まだ知らないですよ。まだ始まってないですよ、私。まだイベント。今の時点で。いや、これ必殺技の方が確率大きいのか。ちょっとガシャの内容的には微妙な感じもしますけども。イベガシャ引いた方がいいのかな？悩むな。まあ、引きます。これは引きます。いくよ。引くよ。無料だからね。無料だから引きます。お願いします。星が来て。お願い。最近運気がない！お願い！エグザイド。エグザイドって光る要素ありましたか？もうほんとないわぁ。だらーん。ニュー！ありがとうございます。光る多めなんだね。隠れてないかなぁ。バグって隠れてないかなぁ。もうほんとに綺麗に当たらない。無料。みんな光ってたんじゃないんですか？ツイッター見てたら。光ってたでしょ、みんな。じゃあ、イベント会社なんか、一回やるだけでチケットがもらえるって言ってるので、行きます。3回引いたらスカルの必殺技。でも、いらないっちゃいらないですもんね。まあ、星5欲しいっすけど。10連だけ引きます。提供割合は多分さっきと同じですよね。そうですよね。はい。今430あるんで、多分次のイベントの分もね、ガシャ引けるので、ここで250引いてしまいたいと思います。いきます。残り180なのか。だからやっぱ無課金だとこの石がこうドッと減るのってすごい胃が痛いですよね。さあ行きます。当たってください！当たってください！お願いします。レイドバトル頑張るから！ブラック、ブラック、ブラック、RX、ブラック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 。うわぁ、もう、本当に。でも、ガシャチケットもらえるもんね。
あ、なんだろう、このラインナップは。なんだろう、技とか、無印とかあるし、わ、技とかあるし、わ、技、技、技。その、うわ、これは爆死。これは爆、ちょっと見せて、これ。ちょっと待って、待って、待って。必殺技3枚だけ。わーわー、ティッティキティ。はい、ガシャを引いてからだいぶ時間が経ちましてですね、でレイドバトルの方も始まってます。で、イベントの方ですね、こちら眠れ相棒レイドバトル。お、誰か今出てますね。レベル27。私はレベル22まで進めてて、125万ポイントまで来てます。結構もらえるものが多くて、ザクザクなんか楽しくメダルをゲットして、ウハウハなんですけども、特攻ないんですけども、ちょっとやっただけで、ここまで来れたんで、まあ、特攻なくても大丈夫そうなのかなと。まあ、今まで地獄のレイドバトルだったんですけども、山もちょっとやってなかったんで、あ、レイドバトル楽しいっていう今記憶しかないです。で、で、しめじさんが動画の方で、まあ、今回 T 属性で行った方がいいんじゃねって言ってたんですけども、本当はボスが P 属性なので、我々は S 属性のライダーで行くべきですよね。はい、そこ訂正いたします。レイドバトルの、ま、いいとこって、あれですよね、上級でま、回すっていうことで、上級って、私だけかもしれないんですけども、この、星さんの、この、パワーとかソウルとか、テクニックの石が私足りなくなるんですよ、すぐに。でも、あの、上級で回ってると、これ結構手に入るんで、なんか今までよりも進化しやすいなって感じです。なんか進化してないカードいっぱいあったんで、ちょっと進化させて、もっとカード整理していきたいと思います。で、私、スカルをね、あの、召集するの忘れてたんで、まあ、呼んどきます。はい、スカル強化してきたんですけども、今なんでカードの方はレベル上げてないんですが、必殺技が2種類あるのかな？あ、変に強化しちゃって、あれ、カードがないのかな、まあ、とりあえず、一個技ですけども、ちょっと一回見に行ってこようかな。はい、では、スカルで初級をちょっと行ってみたいと思います。動き確認してみましょう。お前の罪数える。かっこいい。溜めてお前の罪を数えるですね。どうですか？最後10。座って打って、立って打って。めっちゃかっこいいですね。次はちょっと技とか必殺技を。見ていきましょうかね。上が技かな。違う、必殺技だ。ちょっと見えにくかったな。もう一回やってほしいな。次、真ん中。めっちゃかっこいい。スカル出てきた。スカル出てきた。何？骸骨出てきた。次、一番下。これ技か。あ、地味だな、このパンチ。エーラッシュ。曲変えてないんで、多分前のまま。OK。じゃ、もう一回一番上。めっちゃかっこいいじゃん。いや、いいね。お前の罪を数える、めっちゃかっこいい。このキックいいな。星5のやつどれなんだろう。当たってないからわかんない。あ、かっこいい。おお、初めに吹き飛ばしもあるね。すごい、本物かわかんないけどめっちゃ声がいい。私結構施設を大きくしてたんですけども、レベル上げてたんですけども、ついにね、栄光のライダー対戦でもらえるあの、キラキラのクリスタルみたいなやつがなくなっちゃったんで、ちょ、次から栄光のライダー対戦2周ぐらいしないと、施設を大きくできないなって悩んでます。あんまり変わらないかなって感じもするけど、やっぱり上げたらライダー強くなりますもんね。ちょっと頑張りたいと思います。で、今回のレイドバトルは、誰かのところに助けに行った時に、その方の街のね、風景が映るじゃないですか。ちょっと私も、もうちょっとちゃんとしようかなって思いつつ。結構司令本部の周りが映ってますね。私、司令本部の周りダサいんだよな。やっぱ遊園地とか置いた方がいいかな。その方がテンション上がるかな。ちょっといろいろ考えて、配置を決めたいと思います。今回はレイドバトルのおかげでメダルがね、結構溜まりそうなんで、今月は、1000枚引いて2枚目のねカードをちゃんとゲットしたいと思います。先月は一番初めのラッキーなやつでねラッキーなバグでこのねキバドガバキフォームをねゲットしたんですけども、今598枚、
まあ、頑張ったら年末には1000枚いくと思うんでゲットしたいと思います。やっぱり3枚欲しいですもんね。では皆様ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。